ロレンソ・ルイスはカトリック教会で崇拝されているフィリピン人の聖人である。中国系フィリピン人である。彼は17世紀に江戸幕府によるキリスト教徒への迫害の中で処刑された。1987年に劣勢されてマニラの聖ロレンソとなり、特にフィリピンとフィリピン人の守護聖人となっている。日本に最初に到着したフィリピン人と言われる。 聖ロレンソの主祭団であるビノンド教会ロレンソルイスは1594年11月28日にマニラのビノンドで民から移住してきたカトリック教徒の父とフィリピン人の母の間に生まれた。父から中国語、母からタガロング語を教わった。ロレンソはビノンド教会で同役を務めた。ドミニコ会の修道士たちから教育を数年間受けた後、 ロレンソは、その巧みな筆者能力からエスクリバーノの称号を得た。また、ドミニコ会の、聖ロザリオ会の会員となった。彼は、ロザリオ会員の女性と結婚し、二男一女を設けた。ルイスキはおおむね平穏で、信心深く、充実した生活を送っていた。1636年、ビノンド協会の事務員として働いていたロレンソは、 スペイン人を殺したという濡れ衣を着せられた。ロレンソは、宣教師が乗船する日本行きの船に逃げ込んだ。アジール県により、聖職者が乗る船の中は一種の違い方建で逮捕ができなくなるためである。ロレンソは、アントニオ・ゴンザレス、ギヨーム・クルーテ、ミゲルデア・オサラサの三人のドミニカ人司祭、日本人司祭のビセンテ・塩塚、京都のラサロと呼ばれる、京都出身の信徒と共に、 1636年6月10日に琉球に向けて出港した。穴吊氏の様子ロレンソたちが日本に到着した頃、江戸幕府はキリスト教徒を迫害していた。一行は琉球に到着するとすぐに捕らえられて牢屋に入れられた。2年後に長崎に護送され、長崎奉行から帰郷させるための拷問を受けた。一行は様々な残酷な拷問に耐えた。 1637年9月27日、ロレンソらは西坂の丘に連れて行かれ、穴の中に逆さに吊るされる、穴吊るしという拷問を受けた。これは対象者の体を縛り、片手だけを自由にしておき、気境の意志を示すと解放されるようにしていた。ロレンソは苦しみながらも、キリスト教を放棄せず、最終的には失血と窒息で、 二日後の1637年9月29日に42歳で亡くなった。遺体は火葬され、遺体は海に流された。マニラに送られてきた宣教師の記録によると、ロレンソは死に際にラテン語で次のような言葉を残している。エゴキャスリカススムイアニモプロンプトパラトックプロデオ、モーテムオビボ、エスアイミルビタスハバーム、カンクタスエアファーム、ロレンソの劣服理由は、 スペインの歴史家フィデル・ビジャロエルによって執筆された。ロレンソの殉教を示す中心的な文書は二人のイエズス会の日本人、元神父による目撃証言だった。その資料はビジャロエルがローマのイエズス会総合資料館で再発見した。ロレンソはドミニコ会会員だったため、そのような場所にロレンソに関する資料があるとは考えられなかった。 ロレンソは同時期に長崎で殉教したドミニコ会関係者らと共に、セートマスニシと十五殉教者として1981年にローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世によってマニラで列腹された。バチカン以外で行われた列腹式は史上初だった。1987年10月18日、バチカンで同教皇により日本の十六殉教者として劣勢され、 フィリピン人初の成人となった。1983年10月に脳萎縮症の2歳の子供が家族や支援者がロレンソに取りなしを求めて祈ったことで病気が治ったことが劣勢の根拠となる奇跡とされた。ありがとうございます。